清水勇伸は、北海道日本ハムファイターズに所属する山口県大島郡周大島町出身のプロ野球選手。右投右打ち。城山小学校2年生の時に、東和スポーツ少年団でソフトボールを始め、当時から捕手だった。東和中学校時代は、岩国ボーイズでプレーした。九州国際大学附属高校では1年生時の春からレギュラーで、2年生時の秋に主将になった。3年生時の夏の甲子園、全国大会1回戦では4番、捕手で、先発出場、4打数2安打1打点だったが、チームは1回戦で、東海第四高校に 1-6 で敗退した。高校通算では35本塁打を記録した。同学年のチームメイトに、古澤祥吾、アドゥワ大がいる。2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに2巡目で指名され、契約金6000万円、年俸600万円で合意し入団。背番号は10に決まった。チームメイトだった古澤も同年のドラフトでソフトバンクに3巡目で指名され入団した。2015年4月28日に同チームの石川直也、浅間大輝と共に侍ジャパン大学日本代表対 NPB 選抜の NPB 選抜に選出されてことが発表された。6月29日に行われたこの試合では9番捕手で先発出場したが、3打席連続三振を喫した。10月1日に出場選手登録され、同日の対ロッテ戦において8番、捕手でプロ初先発、初出場し、初打席は三塁手へのゴロだった。2軍での捕手としての出場は、チームの捕手の中では、最多の77試合だった。2016年、7月14日に行われたフレッシュオールスターゲームでイースタンリーグの選抜メンバーに選ばれ9番捕手で先発出場し3打数2安打1打点だった。9月30日の対ロッテ戦ではプロ初安打を打ち2打席連続安打も記録した。クライマックスシリーズと日本シリーズではメンバー入りし日本シリーズ初出場を果たした。オフの11月16日30万円アップの推定年俸640万円で契約更改した。2019年1月23日、腰椎椎間板ヘルニア及び脳腫の手術を受けた。高校生時で本塁から二塁までの送球タイムは最速で 1.78 秒。遠投115メートル。中学生まで育った周大島の思い出を振り返り、当時は島に信号は2つか3つしかなかった。実家から最寄りのコンビニまで5キロありました。おじいちゃん、おばあちゃんが多くてみんな優しい。あの島で育たなかったらどこかで道を外してプロ野球選手になれてないと語っている。後輩思いな一面があり、2018年シーズンの終盤には当時プロ1年目の清宮幸太郎に対し、若い頃はちょっとしたことで誤解されることもある。特にお前は試合に出るチャンスをもらっているんだから生活態度や行動には気をつけないといけないと助言している。ありがとうございます。